原爆ドームそばの円壺活造作、文学碑。左の文字は、表紙の字型を用いている。赤い鳥は、鈴木美恵吉が創刊した童話と同様の児童雑誌。1918年7月1日創刊。1936年8月、廃刊。日本の近代児童文学、児童音楽の創世期に最も重要な影響を与えた。 1923年の10月号関東大震災により全勝12月号雑誌組合の協定により休館1929年2月から1931年1月までの間一時休刊するが鈴木三恵吉の死まで196冊刊行され続けた鈴木三恵吉の目から見て低級で愚かな政府が主導する昇華や説話に対し 子供の純正を育むための話、歌を創作しように広める、一大運動を宣言し、赤い鳥を発刊した。創刊号には、芥川龍之介、有島武雄、泉京花、北原白州、高浜巨市、徳田修正らが賛同の意を表明した。表紙絵は、清水義雄が描いた。その後、菊池博西条八十、谷崎潤一郎、 ミキ・ロフーラが作品を寄稿した。このような運動は、氏名から赤い鳥運動と呼ばれるようになった。また、金の船、童話といった、類似の児童雑誌が創刊された。北原白州は、赤い鳥において、自作の同様の発表を行いながら、寄せられる、投稿作品の選者として、重要な役割を果たした。1918年11月号に、 最上80の童謡詩として掲載された、カナリアに成田伊造の作曲した、楽譜のついた童謡が初めて翌く19 1919年の5月号に掲載された。もともと童謡は文学的運動として始まり、当初は鈴木美恵吉も、童謡担当の北原白秋も、童謡に戦立をつけることは考えていなかったが、この5月号の楽譜掲載は大きな反響を呼び、 音楽運動としての様相を見せるようになった。それまでの昇華と違い、芸術的な好奇が高い歌、また音楽的にも従来の昇華と違い、単純な融雪形式でない昇華と異なる音楽に、人々は衝撃を受け、大評判となった。以後、迷子を歌としての動揺を掲載。 この後、多くの童謡雑誌が出版されたことで、大人の作った子供のための芸術的な歌としての、童謡普及運動、あるいは、これを含んだ、児童文学運動は一大潮流となっていった。また、赤い鳥が刺激となって次々と、子供向けの雑誌が出版された。大正9年当時の最大発行部数は3万部。1984年に、 日本同様協会は赤い鳥が創刊された7月1日を同様の日と定めた。豊島区立目白庭園内に赤い鳥にちなんで命名された施設、石鳥庵がある。一流の文学者による作品は児童文学全体のレベルを高めるとともに、にぎみ南吉をはじめとする時代の児童文学作家を発掘、育成した。一方、同心主義と呼ばれる方針は、 実際の子供の姿から有利していたという批判も後になされた。また、気候を試みた宮沢賢治の作品を三重吉が全く評価せず、掲載に至らなかった点も本誌の限界と評されることがある。漫画家の柳瀬隆氏は幼少時代、家に蓄音機があり、クラシックのレコードのほか青い目の人形やカナリアなど、 赤い鳥運動の頃の動揺が揃っていて、小さな時からそうした音楽に親しんだと述べている。1979年2月5日から7月30日に、テレビ朝日系、新映動画制作で、毎週月曜19時19時30分に、木下忠史の企画、音楽により、テレビ朝日開局20周年記念番組として、 赤い鳥に掲載された童話をアニメ化した日本名作童話シリーズ赤い鳥の心が放映された。第1回、天まで届けは1979年10月にミラノで開催された国際映画祭の短編アニメ部門の第1位に選ばれ、同年11月に国連から国際児童年のテーマにかなう作品として主人公、弥一のタイトルで表彰されると同時に、 ニューヨークのイーク映画祭でも上映された。主題歌系列は、本放送当時のもの、放送時間は個別に出展が提示されているものを、除き1979年7月中旬から8月上旬、時点のものを使用する。日本名作動画シリーズ赤い鳥の心に関する、カテゴリー。ありがとうございます。